1900年民主党全国大会は1900年7月4日の週にミズーリ州カンザスシティのコンベンションホールで開催された大統領候補者指名大会である。同大会は大統領候補としてウィリアム・ジェニングス・ブライアンを副大統領候補としてアドレイ・イース・ティーブンソンを指名した。候補者は1900年の大統領選挙で共和党候補。 ウィリアム・マッキンリーとセオドア・ルーズベルトに敗北した。米政戦争の英雄であるジョージ・デューイ提督が大統領職など気楽なものだ。法律を施行せよという議会の命令に従うのみなのだからとの発言が新聞に掲載されたことにより5月に出馬を辞退した後はブライアンに反対する者はほとんどいなかった。 大会中最も強い反対は、ブライアンと対立したニューヨーク州のタマニーホールのリチャード・クローカーによるものであった。大会はまた、王族の一員が初めて代表として出席したことを祝した。デイビッド・カワーナナコ派は、米国の最も新しい順州を代表した。デイビッド王子は、銀貨自由中造の項目を大会綱領に加えることに反対し、関係を断絶した。 民主党は、米西戦争で示された共和党の帝国主義と、その拡大を非難する項目を、公領に挿入した。カンザスシティは、1899年2月22日に、開館した新たなコンベンションホールを用いて、この大会を開催した。同ホールは1900年4月4日に、火事で倒壊したが、90日間で再建され、大会に間に合った。 ハリー・エストルーマンはこの大会で球児として勤務した。ありがとうございます。